マイクさん、今週も、えー、よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、マイクさん、あのー、まあ、昨年引退されまして。はい、で、まあ、今、こう、サッカー解説者とか、いろいろやられてますけども。まあ、これから、ちょっと、こう、第二の、これからのセカンドキャリアとか、よくね、はい、スポーツ選手言うと思うんですけど。ねはい、今後の、こう、マイクさんの夢とか、はい、まそういったものを、ちょっと聞ければと思うんですけど。今後の、なんか、展望とか、夢とか、今あるんですか、ねはい。うん、そうですね、まあ、本当、まあ、また。 ゼロからのスタートなんで本当、ね、自分も,あのもう小学校から高校でそっからプロになって、うん、もうずっとサッカーしかしてこなかったんでサッカー以外でもなんかいろいろチャレンジしたいっていうのが今やっぱ引退してからの、まあ、チャレンジっていうかもうあれなんですけど。本当 難しいいなと思います経営者の世界だともう30代中盤というのはまだすごい若いっていう状態なんですけどね、はい、スポーツ選手だともうちょっとまあかなりあのベテランっていうふうになっちゃうと思うんですけど、はい、まあ今後まあこうサッカーを通じたものなのかまた,こうまたサッカー以外のこともトライしたいのかとかだから、はい、そうですねまあそうですねまああの。いろいろなものに チャレンジしもう、うん、あのサッカー問わずはいまあもちろん、まあ、ほとんどがサッカーの仕事もあるんですけど、うん、まあ、えーまあ、たまにちょっと競馬の仕事とかもあったりとか<ー>あとはえー、っとなんかその資産運用の仕事とかもそう,そうですしなんか、まあ、いろいろな仕事を、まあ、トライしながら。 はいまあ、もちろん主にやっぱその解説とかやっぱそのサッカーのイベントとかだったりがメインにはなってくるとは思うんですけど、うんまあ、個人的な目標は今も引退して1、まあ、回サッカー選手でその奥を稼いだんでサッカー以外で奥を稼いでみたいっていうのが自分の夢で。<ー> <laughs> なんかよく、ねはい、本田選手とか長友選手とか結構投資家としてだったりとビジネスにも行っていたりとか結構、昔野球選手だったあの里崎選手とかもユーチューバーとしてすごく人気が出てたりするのでこうなんかいろんな今スポーツ選手全く関係のないところでもこう活躍されているスポーツ選手がすごくいるのでまあじゃあそういった可能性もあるとてうことですかね。 とりあえず昨年は来るものを拒,拒まず仕事を全部受けてきたんで<ー> <laughs> 自分の苦手な分野も得意な分野もそうですけど、うん、全部やってきたんで、はいまあ、これからもいろいろチャレンジいろいろ試して、まあ、とりあえず楽しいことをやっぱどんどん続けたいなと思ってます、うん、サッカーの方は今どのくらいの頻度でサッカーを やることに対しては本当そういうイベントで子どもたち教えたりとかサッカースクールとかでやる程度でほとんど体はもう動かしてないんで <laughs> まあちょっとジム行ったりはするんですけど、はい、でもその、ね、自分でやっぱ試合に出るとかっていうのはやっぱそういう、うん、あの仲いい選手たちの引退試合とかちょっとやったりとか、うん、まあそうですけどこの前も。 やってきたんですけどすごい筋肉痛で今やっぱ体動かしないとこうなるんだなとか思ったり久々に90分間走ると違いますか全然違いますねもうやっぱやりたくねえなってでもやっぱそのやめてそれを経験するとあやっぱサッカー選手ってすごいなすごい改めて思うんですよでもずっと好きでやられてたんですよねでもやっぱりこうパタッといやもうあの 好きでやってたんですけどやっぱその裏で裏にはやっぱその辛い部分もいっぱいありますし、うん、その走り込みだったり体作りとかもいっぱいあってあもうこれはもうやりたくないって思ったんで引退したっていうのもあるんで、うん、表向きの,そのプレーの楽しいところだけではないんですよね,ですね、はい、やっぱりその裏にたくさんの努力が <laughs> はいもうそういうのがいろいろあるんでそういうのはもう ね、30年間ぐらいね小学校の時からやってきたんでそれもいいよっていうねフィジカルコンディションを <laughs> そうフィジカルコンディションを保つっていうのはみたいな、はい、一番ベストな状態にしておくってそうですねなかなか大変なんですね、うん、でもやっぱねある程度しっかり鍛えとかないとやっぱちょっとやっぱあのビールっラにちょっと今なってきたりとかちょっと体型が崩れることもあるんでやっぱちょっとねいい体型は保ちながら、うん、あの いいいい感じに年齢を重ねていきたいなと思いますそんな中でいろんなことに、うん、あらゆることに挑戦してそうですねあらゆることにも、はい、あのとりあえずぶつかっていくっていうもう <laughs> 今までできなかったことってことです、ね、そうですねはい何でもチャレンジしてるんですよねはい<う>何でもはい,いやはり私もまあこう20代の時に起業した時は本当に一旦もう、はい、頼まれたことは全部受けるっていう、はい、ことをやって っって言ったおかげで、はい、結構、その事業のきっかけが見つかったりとかもしているのでとりあえず全部やることっていうのはすごくあのすごいマインドだなと、はい、もうすでにもう、ねはい、成功されて、うん、もう普通だったらこう、はい、どちらかというとこうねこう車に構えてこう行きたくなるでしょうけど、うん、まあ今逆に言うと土俵が違うから逆に言うといろんな意味で謙虚にいろんなことまたできるで、ねはい、そうですねなんか本当もういやっぱその辞めてからまあ一応選手 やってたこれもそうなんですけど、どっちかというとやめてからの方がやっぱりいろいろな人と出会いが本当増えて、いろいろなんか新しいなんていうんですかね、情報が入ってくるっていうのは本当新鮮で、うんえー、みたいな。サッカー以外の人たちとも。サッカー以外の人たちとやっぱあのー、まあ本当飲みに行くことがお多いんで、うん、はい、結構飲むのが大好きで、美味しいもの食べ、今までできなかった部分ですね。まあ。 そう,ですねまあ、そういったところでいろいろな新しい人と出会って、うん、まあ仲良くなったりしてやっぱ、まあ、そこからもやっぱ新しい仕事とか入ってくるようになりましたし、まあ、新しい発見もいっぱいあるんで、まあ、これからもやっぱそういう新しい出会いには、はい、とこういう人みたいになりたいという<当>なんかロールモデルがあるわけでは、ね、ロールルモデルは得意ないですね。今のとこころはまだそこは探してる 感じですかねかね監督コーチと指導者個人的にあんま向いてないかなっていうなんか自分みたいなこれって結構あれかな, <laughs> なんか言い方が難しいかな,なんかそう自分みたいなやつがいたらぶ、うん、<laughs> <laughs> 今ちょっと言葉選んで「ぶん殴る」って言葉 <laughs> <laughs> 一番大丈夫だったかなと思ったり、ね、ね<え>なんかその、なんだろう、やっぱ自分みたいな,なんか生意気な選手も多分いっぱいいると思うんですよね、うんうん、なんかそういう人たちとちゃんと接せれんのかなとか、<laughs> <laughs> もし指導者になったとしたら、お互いにモチベーションが高いから、ぶつかっちゃうかもしれない、うん、っていうことですかね。俺はこう思ってんだよ、でも俺はこう思ってんだよみたいな、だからね。うん はみたいな感じになってもなんか嫌だしそこはまあも,うちょもしかしたら、ね、もうちょっと年齢重ねたら自分がもうちょっと大人になっていくのかなとか思うんですけどい、ね、はいうんでもなんか解説とか、はい、解説者として意識されてることは何かあるんですか解説者としては個人的にはそこまで先日は語らないようにしてます<ー>あえてあえてはいなんかどっちかというとスタジアムに おじじいちゃんと行く感じですかね、うん、どっちかというとその居酒屋トークっていうかあの選手はこうなんだよとかこの前こういうことがあったんだよとかなんかちょっとなんか笑い話も含めてなんか楽しく一緒にサッカー見れるような感じを一応心がけてはいるんですけど親しみやすいそう親しみやすい感じではいうんまあちょっとずつやっぱもちろんサッカーのことも話しながらなんかうんその 思いっきりサッカーのことを話すんじゃなくてやっぱ、うん、なんか多分ねテレビの前にはまあいろいろな人がいると思うんですよやっぱその、まあ、もちろんその戦術を、ね、聞きたい人たちももちろんいっぱいいると思いますしでもやっぱねそういう子供ももいっぱいいると思いますし、うん、やっぱお酒飲みながら見てる人たちもいると思うんで、まあ、個人的にはどっちかというと、うん、ちょっと和んだ感じで。 喋ろうかなって、今年、あの、今回、今回じゃな、ええー、和んだ形で。えー、まあ、いろいろサッカーを伝えていければいいかなと思ってます。う、はい、逆に、こう、なんかね、語って戦術を云々っていう風に、いきがちなところあえて。はい、もう、まあ、誰でも、子供でも、どうなって、なのか関係なく、見れるサッカー。そうですね。世界で一番、まあ、けど、ね、スポーツに普及しているスポーツですからね。うんはい、できるだけ若い。それが、まあ、日本という国に、昔はサッカーが。 絶対日本には根付かないと言われていた時代もいろんな先人たちの話を聞いたりすることもあるんですけどもこれだけ根付いて今多分直近に3 0年で一番成功したリーグの一つというに言われていて J リーグのレベルもすごく上がっていると思いますし今若い人たちがどんどんねまああのそ,のそういうトップリーグで出るだけでもすごいのに今、本当に中心選手になっている人も増えていると思うんですけど今後、今年まあオリンピックイヤーになると。まあ そしてまあさらにこうあのワールドカップも本格的な予選が始まっていくという中でいうと2024年に向けてこう今の日本代表のこう、はい、若い人たち見てどうですかいやもうどんどんね上がっていくと思いますね。セルフィオラモスが ういう日本人みたいな選手も出てくるとう、ね、思いますよ。それがスペインにこう、まあ、カタールで、はい、まさか日本が絶対に私も実はカタール行ったんですけど、はい、絶対負ける試合、はい、もしかしたらもうドイツでもう敗退が決まってしまって、はい、まあ行っても。 紹介試合になるよとかいろいろ言われながらも、うん、いや分からんやろということでスペインの試合見に行って三笘、はい、ああの,の1ミリを、はい、あの間近で見ることができたんですけどまさかあの、ね、スペインに勝つなんてっていう周りがだみんな言われたらもう俺も行けばよかったってみんな周りに言われましたけどまさかの時代が、まあ、ドイツとスペインに勝つなんて、はい、今の若い人たちのこう活躍見てどう思いますかね。いやももううね正直多分もう 日本の育成は素晴らしいってなってるんじゃないですかね、やっぱどんどんやっぱいい若い選手がどんどん出てきてますし、ね多分これからもどっちかというと、ね、もしかしたら世界を引っ張るのは日本サッカーになってくれるのかなとか思ったりという夢もありますし、確か、日本サッカー協会も、えー、2050年までにワールドカップを優勝するっていう、うん、え目標があるので。うん まあそれに向けて、多分これからも、えーね、育成も発展していくと思いますし、うん、そういう、ねえーまあ、戦術もどんどん変わっていくと思いますし、まあ、多分どんどんいろいろな選手が出てくると思うので、うんね、いつか、まあ、できれば自分の生きている間に日本がワールドカップ優勝するってことっ,てやっぱ見たいですね、うん、<ー>なかなか16の壁を越えれないですけどもう毎回惜しいところまでいくんです,すいそうです、ね、でも多分次は個人的ですけど 次は絶対超えると思いますもう、はい、やっぱり森保監督の良さなんですかね、今、選手個人の成長もあるんですけど、うん、監督の良さも今、最近すごく取り出されて、うん、昔はこう外国人の監督がずっと続いている中で、はい、日本人監督であれだけ評価されるっていうのはこう、うん、なかなか長い子だと思うんですけど、そうですね、でも、うん、森保さんは、自分あの、20歳以下の代表の時コーチだったんですよ、盛保さんが。 結局その20歳以下のワールドカップベスト16で終わったんですけど、うん、まあでも本当、あの選手からしてみればすごい話しやすい監督ですし、うん、やっぱその,あの本当コミュニケーションが取りやすいんでそので、まあ、情報交換とかもそうですけど、うん、まあ結構そう,いうそういった記事も見れるじゃないですか森谷さんとどの選手がなんか話し合ってもっとこうした方がいいあした方がいいとかっていう話し合いもできる監督ですし、うんまあね、多分、ね、日本代表歴代で見てもやっぱ 普通だったら4年で一回終わる終わってまた監督が変わるのに、うん、あと4年延長して次のワールドカップまでまた森保さんっていうのは本当ね、うん、組織を固めるっていう 2> 2大会連続で初めて、ね、多分そうですねはいなんかもう、まあ、私なんかこう日本も、はい、これ日本ってこう、まあ、少子高齢化になってきて、はい、まあ高齢者の人も増えてきていく中で、うん、まあこう 坂谷太一さんっいう方がいらっしゃった、はい、あの方が亡くなる前にですね、生前、はいまあ、とにかくこう日本も多様性で外国人のことを次世代日本人という言い方をされてたんですけど、はいまあ、そういった人たちがどんどん来てくれるそれで多様性が生まれる、うん、それがこれから日本って国はこれから面白くなるんだよっていうことをおっしゃられながら、はい、まあ亡くなられたんですけども、はい、なんかこう日本、まあ、J リーグも、まあ、やはり最初やっぱり。バ まあ選手もまだまだだった時にまあ昔はジーコ選手が来たりリトバルスキー選手はピクシーといいますかストイコビッチ選手が来たりまあいろんな外国の人たちが日本に来てくれてまあその人たちから学んだその人たちがまた世界で活躍するみたいな,なんかこうすごくサッカーというのはなんか日本のこれからの未来における,こうまあ,やるあるべき姿をこ,うこの2三3 0年の間にこう体現したのかななんていうことを見ながらこうスポーツって本当にすごいなというふうに見てるんですけど。 なんかこう、まさにお父さんが来ていただいたおかげで、それによって日本代表のコーチもやられて、あれ、どうあの時のコーチもやられてて、そういった人たちがいたからこそ、今の日本が成り立ってる、サッカーも成り立ってるというふうに思っているので、なんかね、サッカーがうまく日本ののやってくれたらなと思います見てる方も、やっぱわくわくしますよね。本当次の ね、試合が楽しみでもあるしやっぱその選手たちの、ねうんえー、成長もそうですけどいろいろ楽しみが多いですよね。来年また、ねえー、フランスでしたっけ、うん、フランスでオリンピックが開催されて、うん、まあその中でもやっぱ、ね、その注目できる、ね、若い選手もいっぱいいますしそういう、ね、国際舞台でやっぱ結果を残してやっぱまた選手って成長すると思うので。うん もう楽しそうですねなはいなんかもう憧れまあね大下谷選手が憧れをやめようとか言ってますけど、はいうん、今のサッカー選手の人、うん、全然憧れどころかもう本当に対等ですよね,そうですねやっぱもうそこまでやっぱそのサッカーのレベルが上がってきてるってやっぱその、うん、ねあの他の世界の競合と渡り合えるところまで来てるので。うんうん あととやっぱ結果次第だと思いますね日本の J リーグからもうすぐにトップクラブに行くとか、はい、まあ高い評価を受けて、うん、移籍金を高い金額今までちょっとこう低めにこう削除されたとこもあったと思うんですけど、うん、これからもっと高く評価される可能性もありますすよね、うん、ねそうで結構今も増えてきてるんですけど結構やっぱ20歳とか21歳の。 若い子が海外に行ったりとか,<の>か J リーグを飛び越えてすぐにもう,うちょっと J リーグがちょっと寂しくなるかもしれないですけどうやっぱそういう若い選手たちがどんどん J リーグから出てくるっていうのもやっぱ、ね、サポーターの皆さんもやっぱ楽しみだし、うんね、やっぱそのやっぱこれからの,やっぱその日本サッカーってどこまでいくんだろうっていう楽しみが本当増えますよね。そんんな中、はい、マイクさんにとって サッカーとはどんな存在ですか。サッカーとはどんな存在か。とりあえずどうだった。<laughs> 難しいですね。この質問なんだろう。サッカーとはもう自分のと生きがいでしたし、まあこれからもまあサッカーの仕事はもちろんあると思うんですけど、やっぱもう。 多分本当、死ぬまで楽しむスポーツだなとあの、やっててもそうだし、見ててもそうだし、教えるのもそうだし、なんか本当、ね、幅広くこれからも楽しんでいくのがサッカーかなと、個人的に思い世界、共通言語ですもんね。そうすねはい <laughs> う ありがとうございます。2024年最初のマンスリーゲストは元サッカー日本代表ハーフナーマイクさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。